ゆるゆるひとりがたりのお時間でございます。今日は私ベリアルでお送りいたします。こちらの番組では私たちのなんでもない最近のことをお話ししていきます。う、えっと、あの、このまま。 私の話を続けてよろしいのでしょうかはいはい <laughs> かしこまりましたでも私の話などそこまで面白みがあるとは思えないのですがあラジオをお聞きの皆様置いてけぼりにしてしまって申し訳ありません 実はこのラジオは私一人ではなく別室にスタッフの方がいらっしゃるのですですがスタッフの方の声は皆様にはお届けできませんので私が急に透明人間と話をしているように聞こえてしまったかとこここから先は きちんと皆様に向けてお話をさせていただきますのでゆるゆるーっと聞いていてくださいませ皆様は最近何かございましたか私はですね <laughs> これは少しばかり恥ずかしい話なのですが とても楽しかったことがございましたのでお話しさせてください夕飯の材料をお使いに行っていた時ですいつもの市場に向かう途中で見たことがない露店が出ていることに気がつきました本当なら気になるところをぐっとこらえて 夕飯の材料を買って帰らなければならなかったのですがどうにも好奇心に負けてしまいましてほんの少しだけと露天の中をうかがいましたそこには見事な鹿肉や山菜質のいい薬草でいっぱいだったのです 本当にすごいんですよあれを山の中で集めようと思うとよほど山に詳しくなければあんなに集めることはできませんから私は商品に釘付けになっていましたそれと店主の方が私の名前を呼んだのです私の名前を知っているだなんて どうしてだろうと顔を上げるとそこにいたのはバルバトスさんだったのです皆さんバルバトスさんはご存知ですか素晴らしい漁師さんなのです山について詳しく知りたいときはバルバトスさんにお聞きするといいですよ狩りを学びたいとお考えの方はバルバトスさんに 弟子入りするのがいいかもしれませんね。あ、私ですか？あ、うん、私は山に詳しいというよりは食べられる。雑草を探していたから、必然的に詳しくなっただけというか。はいえ。でも。 名もなき雑草の素晴らしさを知りたいという方がいらっしゃるならその時は山や森にご案内いたしますうう、あのスタッフさんツアー企画など立てなくてよいのですよいえ本当にお気持ちだけで。 本当に応募が来た場合はどうするですかう、それはうその場合はツアーをしましょうか本当にただの予想紹介だけになりますけどそれでよいならおえっと何でしたっけ 皆様にはどこまであ,れあそうだ露天の店主がバルバトさんだったところまでですねバルバトさんとは山菜や雑草のことで気が合うので今までも話すことがあったのですしかも露天に並べられていたものは本当に質のいいものだったので ですがバルバトスさんと思わずいてしまったほどですあれだけの山菜や薬草があれば家計が助かるというものどのあたりで取れるのかバルバトスさんに聞くととても丁寧に教えてくださりました <laughs> とっても嬉しかったです 私、以前に山で生活していたことがあったのでつい興味が出てしまいどんな木の実には毒があるのかどの野草が一番おいしいのかと盛り上がってしまいました一番驚いたのはバルバトスさんはタンポポがお好きではないことでしたね アルバトスさんはタンポポは苦くてお好きでないとおっしゃっていましたが私にとっては春になると安全にたくさん食べられるものだったのでありがたい食材でした皆様はどうですかタンポポはお好きですかあ食べたことがない そそうですかそうですよねでも結構おいしいんですよバルバトスさんの言うように苦味はしっかりありますがというかほぼ苦味しかないです生でも焼いても茹でてもカツのようにパン粉をまぶして ああもちろん天ぷらにしても変わりはありませんでしたね苦いのが苦手な方にはあまり好まれないかもしれませんが慣れてしまえばその苦みも癖になるんですむしろこの苦みがないと物足りないと。 といい、うか、はい、すっかり私はタンポポの苦味の虜なんです春になるとお腹いっぱい食べられるので春が来るのは楽しみでした春にはいろんな雑草も育ちますし気候もいいので山での散策や探検にもちょうどよかったのです えっとあまた話がそれてしまいましたね雑草のことや山の話で盛り上がってしまって夕飯の材料を買うことをしっかり忘れてしまっていたのです、はあ、あれは本当に反省しています教会では、 あ、私教会でウルとロスルシフェルちゃんやブブさんシスターさんとキッシュさんと暮らしているのでその日は夕飯の材料を私が買って家で待っているキシさんが調理をしてくれる予定だったのです私がお使いを思い出した時にはもう 夕飯を作り始める時間が迫っていましてはい慌てて市場を走り回りました引き止めて悪かったとバルバトスさんにも手伝っていただいて、うん、これからは気をつけねばなりませんね お次は何にいたしましょうかはい。オルトロスとは誰かとねえ、山で暮らしていた時に出会った私のお友達です。逃げるように打点してから一りぼっちになってしまった私にできたお友達なんです。

続けましょうか少し前のお話なのですが町をお散歩していた時におもちゃ屋さんを見つけたのですそこには面白そうなボールが売っていました私が抱えて持つぐらいに大きくて投げるとピカピカ光りながらニューンと音が出るんです。 <laughs> とても面白いと思いませんかオルトロスにプレゼントしたいと思ったのですが手持ちが足りずに買えませんでした教会は常に節約状態でして、うん、シスターがお酒をたくさん飲むのがダメなのですけど。 それも今はブブさんにキュッと絞ってもらっているのですがなかなかお金は貯まらずでもあの時私のそばにいてくれたホルトロスに何かプレゼントしたいと思いましてこうなったら雑草売って稼ごうと決意したのです 雑草を舐めたらいけませんお腹を満たすだけではなく傷や腹痛頭痛にだって効くんですから、うん、ですけどその効果はあまり人に知られていないのが現状です雑草を取って売ってみたのですが効果を知らない人がほとんどで。 売れませんでした。どうしようかと困ったものですそこにベルフェゴールさんが通りかかられましたハンドメイドのアクセサリーを作るために買い物をしていたと立ち話をしていたのですがどうにも顔色が悪いように見えましてどうしたのかお伺いしましたら 頭が痛かったそうでちょうどうろうと思っていた雑草があったので煎じて差し上げましたらすっきり収まったと喜んでいただけましたふふふ雑草はすごいでしょうそのお礼にときれいな毛糸をいただきました特殊な糸なのだと。 ベルフェゴールさんはおっしゃっていましたうここピンクの毛糸だったのですがピカピカと光っておりましてどういう素材であればあのようになるのでしょうね今でもよくわかりませんでもとても綺麗で触り心地のいい毛糸でしたよ ベルフェゴールさん以外は露店に人が来なかったので雑草を売るのを諦めて教会に帰っていると近くの茂みからハーゲンティーさんが飛び出してきました葉っぱや土まみれになっていまして <laughs> なんだか懐かしい気持ちになりましたねするとハーゲンティーさんが 私の持っている毛糸にすごく驚かれたんです何でも錬金術の素材にぴったりだとかこれがあれば次の実験は爆発しなくて済むとおっしゃっていたので毛糸はお譲りしましたえ人が良すぎるあ,あいえいえあの これは、深いわけがあるのです。ハーゲンティーさんは、ですね。錬金術師さんなのですが、それはもう、よく、爆発事故を起こしておりまして。ひどい時には、週に一回は、お店が爆発する月があるのです。毛糸一つで爆発しないなら、 差しし上げる方が良いでしょうなのでハーゲンティーさんに毛糸はお渡ししましたそのお返しにと試験管に入った薬品をもらったのですがうんあれは何だったのでしょうね今でも分かりません爆発しなかったので 失敗作ではなかったと思うのですけど、うん、ケイトは帰ってからマフラーにしてルシフェルちゃんにあげようと思っていましたがこの薬品だけは使い道がわかりませんでした調子のいいハーゲンティーさんが作ったものですのでとにかく 素晴らしいものなんだろうとは予想しているのですがあ、い,いえもしかしたらとんでもない劇薬なのかもはい結局その薬品も交換してしまったのですでも何に使われたのかは知っていますよ 私が薬品をどうしようか困って歩いていると自然とまたあのボールの売っているおもちゃ屋さんの近くに来てしまいましてするとそのお店の近くの工房からムルキベルさんが出てこられたんです実はそのおもちゃ屋さんはムルキベルさんが作ったものも置いてあるそうで あのボールはムルキベルさんの作品だったのですムルキベルさんはおもちゃ作りの達人でして作られているものはいつも面白い仕掛けがあって特別なおもちゃばかりなんですそのムルキベルさんにボールのことを話せば私がもらった怪しい薬品と交換ならいい と言っていただけたんです <laughs> 私にはあの薬品がどうすればムルキベルさんの役に立つのかはわからないのですがなんでも次のカラクリの動力源になりそうだとそれをくれないかと瞳を輝かせていましたのでやっぱり。 すごいものなんでしょうねこうして私はからくりボールを手に入れたのですは、まるでわらしべ長者手持ちのものとどんどん交換していって最後に素晴らしいものを手に入れるとうんなるほどそんな逸話が。 でも確かにそうですね最後にボールをもらうことができましたからボールを持って帰ってオルとロスとたくさん遊びました <laughs> オルもロスもピカピカ光るボールにはしゃいでましたよあとはニューンって音が鳴ったときはびっくりしてましたね 最初はどこに魔物がいるんだろうと警戒していましたけど <laughs> ちゃんと教えてあげたら安心したみたいです3人で日が暮れるまでボール遊びをしていました <laughs> とっても楽しかったです私、教会に住んでから と幸せなんです教会に来る前は山の中で一人山菜をとって生きていたのでオルとロスと出会ってからは寂しさも忘れましたけど誰かと一緒に生活する毎日が楽しくて楽しくて夢でも見ている気分なのです。 ラシュフェルちゃんが来てからは夜遅くまでおしゃべりして次の日に寝坊しちゃうんなんてこともあったりそれでブブさんに「お寝坊さんね」って二人揃って起こされるんです展開にいた時三人で遊んでいた頃のことを思い出せてとっても 幸せな気持ちです山に一人でいたときはこんな気持ちにはなれませんでしただからというわけでもないのですが家事をすることは好きなんです家事ができるってことはお家があるってことですからね 一緒に住んでいる皆さんのお食事をご用意したりお部屋の掃除をしたりえへへへ考えるだけで楽しいですずっとこの生活が続けられるように私ももっと教会のお手伝いをしなければなりませんねなんだか。 しんみりした話になってしまいましたとにかく幸せなので毎日が楽しいですうわもうお時間でしょうかはいこんな感じでよろしかったのでしょうか <laughs> 私が一方的にたくさん話してしまっていただけなのですけれど おはいバッチリですかはぁ、<laughs> よかった渡しましたスタッフさんから大丈夫だと教えていただきました安心ですうえっとそう言われるともう少し おしゃべりしてたい気持ちが湧いてきてしまいますねでももうお時間のようですそれでは皆様私の話を聞いていただきありがとうございました本日のゆるゆる独り語りは私ベリアルでした